はい、ビーズで日本を元気にする中華道絵画骨董を抱えているプロの田中でございます。ね、これなんかのチラシ届いたんですけどね、江ノ島っていう展覧会が、これは遊行寺美術館というところで、やるそうです。でね、これは中身としてはね、この江ノ島のことをひたすらね特集したあの展覧会なんですけども、江ノ島ってね、意外とそのなんていうかな、関東圏の中で一番身近なこの歩いていける観光地としてね、実はあの歴史的にもね、あの大事な場所でですね、で確かね、この間連載した道草先生っていうのでも、確か正岡子規、よし江ノ島行こうとか言って、みんなで突然あの、夕方出かけてみんなで歩いて江ノ島行く場面があったりするんで、何時間もかかりましたね、歩いたら。でも昔の人は足がね丈夫だから、江ノ島まで行っちゃうんですよね、思いつきで行って。そんな感じ、今だったら自転車ですよね、まあ、若者だったら。当時は自転車もないですから、明治時代だからね。で今度ね、あのオリンピックやりますよね。オリンピックでパラセーリング、なんかあのその要するに、海の競技で江ノ島海上使われるそうです。で歴史的にもですね、あの観光地でもあるけども、その宗教的な意味もあってですね、まあ人物集合的な、まあ、人物集合というのは神様、昔から神道と仏教仏様が、まあ、同時にこう信仰の対象になるという意味ですけどね。それが日本の伝統的な宗教のあり方でもあるんですけども、まあ、そういったその、江ノ島信仰みたいなのもございましてですね、まあ、そういうお参り的な意味でも江ノ島は昔からみんな渡っていったという場所でもあるんですね。で、そういうわけもあって、結構浮世絵なんかでもね、題材よく出てきます。あのこれなんかは、これ明治刷りの版画かな、広重なんかもありますし、いろんな人がね、版画の題材にもなってますということで、まあ、我々としても、まあ、江ノ島というかね、こういったあの浮世絵関係、もですね、それからこういう仏様とかね、こういった、まあ、刀の唾とかね、そういうものを含めて、うちはあの一手に、骨董品としてもちゃんと買い取り評価できる専門スタッフ揃っておりますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。絵画骨董買い取りプロ、こちらの連絡先までよろしくお願いいたします。